それではただいまより本日のメインイベント、ライズスーパーフライ級タイトルマッチ3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。青コーナー160センチ52.95キログラム、大石ジム所属、ライズスーパーフライ級1位挑戦者、大崎克樹。歴史を変えることができるか、大崎克樹チャレンジャー。赤コーナー163センチ53キログラム、トライハードチーム所属、本日が2度目の防衛戦、ライズスーパーフライ級王者、たまるトーキー。圧倒的な強さを見せられるか、チャンピオンたまるトキ。ライズ142後楽園ホールから中継でお届けしています。さあ、メインイベントはスーパーフライ級タイトルマッチ、試合は5ラウンド戦、そして延長は無制限です。2人がグローブを合わせて分かれました。さあ、解説は中村寛選手、非常に楽しみな試合ですね。はい、そうですね。やっぱりメインらしくお互いの駆け引きだったりもみたいですね。まあ、タマルの強さというのはこれまで主張されていますが、その存在を脅かすのがランキング1位大崎克樹です。試合がスタートしました。歴史を変えることができるでしょうか。大崎ハイキック、非常にスピーディーな展開というのが予想できます。おーっと、左右と出しました。サウスポーに構えていますタマル。左ハイキック。まあ、改めてこの2人の戦力なんですけども、中村さんはどう比較しますか。そうですね、完全にオフェンス対ディフェンスっていう感じのところと、まあ、課題にしているであろうタマル選手のオフェンス力、はい、倒しきるところっていうのが、まあ、今この立ち上がりだけ見させてもらって、まあ、当たりどころがいいというか、タイミングさえ合えばしっかり倒せるんじゃないかなっていう、お互い、まあ、お互いですけど、はい、その仕上がりはお互い良さそうですね。大崎は、まあ、パンチ力は自分の方が上だというふうに語っています。はい、力は多分大崎選手の方が上ですね。はあはあ、田丸選手のタイミングがどう出るかってところですね。パンチからキック、そしてハイキック、ね、プレッシャーを押してくる右、大崎左キック、うわーっと左右出しました。田丸のパンチちょっと効いたんじゃないですかね。でもコーナー詰めてきますね、大崎もね。そうですね、力強い動きを見せます。今年の2月にライズに参戦しまして、瞬く間にこのランキング1位タイトル挑戦権を手に入れました大崎。はい、様子を伺っています。こう見ると田丸選手より大崎選手の方が体大きいですね。そうですね、フィジカル的には大崎選手なのかなって感じですね。はい、さあ、たまる L 字フックの形です。左手を下げてのガード。右手をこの L 字型に下げているガードです。ハイキック、またコーナーに攻めてきます。このプレッシャーっていうんですかね、大崎の圧力っていうのがありますよね。そうですね、今のところ田村選手はプレッシャーを感じているというよりか、はい、完全に落ち着いていますけれども。はい、キック残り30秒を切っています。第1ラウンド、まあ、5ラウンド戦ですからね、5ラウンドの試合の組み立てというのを両者考えているのかもしれません。そうですね、左当ててきます。お、左タマルのパンチ、残りが10秒を切っています。左ショートで当てました大関。左ストレート、そして左ミドル。ここでゴング、第1ラウンドが終了。いや、緊張感のあるラウンドでした。そうですね、お互いいいところをまだ出せている状態で、様子も見ながらって感じですね。はい、これコーナーに詰めたところですね大関。右当てました、そして左、ただすぐに返すんですね。そうですね、
お互いまだ効いてなさそうですね。しかし2人とも顔が落ち着いてますよね、はい、やっぱり全然他の選手とは違うなんか冷静さありますね。5ラウンドっていうのもあるでしょうけど、はい、ここからの組み立てが楽しみになるような試合ですね。まあ、中村さんは大崎とこの世代がまあ同じなわけなんですけども、はい、タマルがまだ18歳というね。これびっくりしましたね、僕18歳だとは思ってなくて、もう少し20歳ぐらいかなと思ってたんで。那須川天心も見つめています。さあ第2ラウンドの始まりです。タマルはもちろん那須川天心のことを意識しています。しかしこの意識が上に行っていると大崎は足元を救ってやる、そんな気持ちでこのリングに上がっています。いや本当におっとボディ出しましたストレート。でもそういった気持ち大崎選手見える戦い方してますね。そうですね、いいと思いますね、はい。まあ、改めて本当にこの階級粒揃ってますよね。そうですね、前手を出しながら大崎プレッシャーかける、おっと左ストレート、うん、フックで出しました。いいスマールです。タモルも横からのパンチ、お互い前手触りながら取り詰める、あ左フック、これは膝をついたかダウン、左フック顔面を捉えた大崎のパンチ。一瞬多分前見えへんようになったと思いますね、はい、これダメージどうですかね。いやちょっと残ってると思いますけどね、あそこまで入ったら。時間が2分以上あります。さあ出てきました大崎、冷静に対処すれば大丈夫だと思うんですけど、はい、パンチ力には絶対の自信があると語っていた大崎です。大崎選手は今行きたいですよね。そうですね、ここで畳みかけたいところです。落ち着きつつも、はい、もうちょっとギア上げていってもいいんじゃないかなと思います、もちろんこのタマルはまだ KO 負けというのがありません。キックを出します。落ち着いてそこまではダメージ溜まってはなさそうですね。そうですか、はい、一瞬飛んだだけかなと。フラッシュダウンですかね、はい、右ストレート、冷静ですね。この攻める方もそれから守る方も両方冷静ですね、はい、で溜まる選手が冷静やからこそ、はい、今この状態を見ていると大崎選手あんまり手数出せてないと思うので、はい、ダウン取っても、ええ、まだまだちょっとすぐ決まりそうな感じですね。そうですか、残り1分を切ります。思うように大崎が攻められないのでしょうか。そうですね、ドを切ります。それだけ田丸選手がハイキックいなし方がうまいですよね。カウンターも狙えてるしこういうところですね、はい、そして膝、はい、詰められながらも狙っていますから。コーナー詰める、左、あ右ストレート危ない、大崎の右、うん、当たりかけましたね、そうですね、ヒヤッとしました。大崎選手いいプレッシャーですね、この感じ続けていきたいですね、はい、無理に行かずに。残りが10秒を切っています。第2ラウンド、ここでゴング、第2ラウンドが終了。さあこのラウンドを振り返ってみて、まあ、ダウンというのがありました。そうですね、少し動き出しましたね、はい、いやこれは驚きました。ここですね、膝をつきました。溜まるとき大崎選手もよく狙ってましたね、はい、ただその後は攻めさせませんでした。溜まるです。うん、3ラウンド目以降ダメージが残ってなかったらまた1ラウンドみたいにお互いいいところが出るような展開になるんかなと思うんですけど、はい、そこだけ心配ですね。まあ、ただポイント上は先ほどはタマル取られてましたかね。はい、そうですね、ダウンもありましたし、そこは絶対ですね。第3ラウンドの始まりです。前手を出しながらボディストレート、タマルとき、ここまでプロ戦績負けはたった一つだけ、1年前の鈴木正彦戦だけです。あの試合は延長戦の末
判定で敗れたわけです。階級を超えたこの田丸の挑戦という見方もされました。はい、すぐに反応します。大崎選手焦ってはないですね、はい、しっかり見れてますね。一方田丸の動きどうでしょうか。あまりダメージ感じさせないような動きしてますね。ほんまに一瞬のダメージあったのかって感じですね、はい。ミドル、ああ左ストレート、蹴ってからのまたパンチのスピードは速いですね、はい、タマルは今のも完全に横にいなしてますからね、はい、そしてインド、あとタマル選手こうやって右しっかり使えてるんで、はい、まだしっかり冷静に考えれてると思いますね、はい、ここだけちょっと危ないですね。また詰めたコーナーに詰めていく。ちょっとこのコーナー戦にするのはあんまり良くないですかね、タマルは。そうですね、今のとこ変なものはもらってないんで、はい、これといって危ないところはないんですけど、ちょっと怖いですよね、さっき一発もらってるんで。ちょっと嫌な感じはしますね。できれば横に振りたいですね、はい、今度は蹴り合いになってきました。またこのプレッシャーをかけてコーナーに詰めたいんでしょうか。大関ジャブついてきます。たまる、これ右ですね、うん、ガードしました。ミドル重たそうですね、あ右ストレート、ミドルを続けて蹴ります。蹴ってますね。すごい音ですね。すごい圧力ですね、はい、大関の圧力ローで返します。たまる、またプレッシャーを強めてきました。おバックブロー空振り、残りが30秒切っている第3ラウンド。おっとこれはスリップです。足をすくうような形になりました。ハイキック空振り、タマルはこのラウンドよくローが当たってますね。そうですね、足元から崩してるんですかね、はい、上手ですね。インローがこのラウンド多くなってます、ね、コンビネーションを見せたところで第3ラウンドが終了。いやパンチからキックへの流れというのが非常に速く、そして美しい溜まる時。第3ラウンドは中村さんどう見ますか。そうですね、やっぱりパンチ警戒してる分、足元の前足の部分ちょっと攻めてきたのかなっていう、落ち着いて田丸選手はあの5ラウンドあるんで、その分ちょっと今回インローが多かったですね、はい、それではリプレイ見ましょう。このインローですね。こういうインローですね、はい、結構当たってましたもんね。結構回数蹴ってましたね、はい、これもそうです。こういうの後々5ラウンドとかなってきた時に有効になってくるんで、あそこも4ラウンド目以降どう続けていくのかってところですね。大崎選手は変わらず攻めた方が、今みたいにこうちょっとずつ攻めた方がいいと思いますね。このままでいいですね大崎は、はい、ダウンも取ってますしね。1回試合は第4ラウンドへと向かいます。第4ラウンドの始まりです。田丸は1年前プロとして初めての負けを経験しました。そこからジムも移籍して目標を切り替えます。満足しました。大崎の足元を蹴るところもいいですよね、うん、サウスポーからしたら結構足元蹴られるとミドルとかインローは蹴りづらいんで。あそうですか、はい、まあ、それからさっきのラウンドもそうです。パンチからキックへの動きがたまるやっぱ早いですよね。そうですね、コンビネーションやっぱりずば抜けて迷いがないですよね、はい、前蹴り突き刺すような形、バックスピン、2人とも反応が非常に速い。出てきます大関、プレッシャー、右当てます。たまる左当てた、これ横振りたいですね、これ大崎選手コーナー詰めた時に回ってる方向に行ってるんで、たまる選手もこう横に流しにくいんですよね。こういう詰め方いいと思います、ね、なるほど。
し、ちょっと動きにくいわけですよね。そうですね、逃げようとしている方向を潰されるんで、はい、攻撃の回り道です。大崎和樹インロー蹴ってくる。大崎選手もインロー多くなってきました。そうですね、ああまたインローです。前足、確かにあの内もものあたりが赤くなっています。たまる、お互い前足も赤ですね。そうですね、はい、まあ、いろんなところに意識を集中させています。あ、右、ボディ、そして顔面です。高めてますね。はい、お先にフック、ガードを固めているたまる、上手ですね。たまるもこのディフェンスには定評があります。そうですね、しっかりあの反応してますよね。はい、ただでもあの大崎 の, あのパンチの音がすごいですね。そうですね、ミット打ってるみたいなすごい音です。ちょっと53キロとは思われへん、はい、鈍い音しますね。本当そうです、重たい音です。そしてこのプレッシャー、気がつけばこうロープを背にしています。あ、左ストレート、たまるがロープを背にする場面がちょっと目立ちます。プレッシャー本当強いですよね、大崎。そうですね、ずっとかけ続けてますね、はい、1ラウンドで。あ、インロー続けて打っている、大崎のインロー効いてきてますよね。たまるの足がちょっとはっきりとは言えないですけど、はい、まあ嫌は嫌やと思いますね。そうでしょうね、はい、ハイキック、あ、当然ローからこのハイという流れもあるでしょう。大崎またコーナーに詰める、右ストレート危ない、ここでロング、第4ラウンド終了。いやこのラウンドは大崎のプレッシャーが目立ったようにも見えましたが、あ、中村さんどうでしょうか。そうですね、大崎選手はやっぱり変わらず今プレッシャーしっかりかけてるんで、はい、さあそれではリプレイです。そしてこのインローですよね。でも田丸選手もこのラウンドを完全にいなしきるのに費やしたっていう感じで、無理にこう前には出ようとしてなかったですね。はい、さあとなると次が最後のラウンドです。そうですね、ここで多分お互い溜めてた部分勝負に出てくるかなとは思いますね。大崎のプレッシャーをいなしました、たまる。しかしその代償といいますか、かなりあの前足の内ももが色が変わってきました。そうですね、ダメージになってるかどうか聞いたラウンドがあれば。最終ラウンドです。タマルにとっては2度目の防衛戦、ジャブ効いてきます。お互い距離近くなってきました。左ストレート、ジャブをついてからの左ストレート、これです。タマルトキコンビネーションを見せる。やっぱりタマルも手数増やしてきましたね。そうですね、4ラウンドを徹底してこういなした分、5ラウンドを持つしっかりスピードと手数と両方出せるんじゃないですか、ね。はい、温存していた部分もあるでしょう、はい、またプレッシャーをかけます。大崎、あ、左、おーと一瞬ちょっと箱上がった、右、大崎の右です。で大丈夫そうですね、はい、すぐジャブ、ちょっと印象悪いですね。でもこれがあと何発か入ると印象悪いけど、はい、その分こうやって返してるんで細かいです。まあ、タマルもうまく逃がしたのかもしれませんが、はい、プレッシャーをかけ続ける大崎、ミドル、ミドルで返す。いや、狙ったらすぐ返しますね。そうですね、反応が早い。それはもうお互いなんで、はい、すごいいい駆け引きで見てますね、うん。でもやっぱこのダウンも取られてるんで、この細かい格闘技知ってる人から見たら分かるようなこの細かい当て方を田丸選手してるんで、ちょっともう一発効いてるようなもうこのラウンドで取りたいでしょうね。右、また大崎の強いパンチ。大崎選手は変なんだけもらわずこのまま攻めたいと思うでしょう、ね。はい、ボディ右、田丸もですから細かいところはしっかり当ててるわけなんですね。そうですね、これはほんまちょっとレベルが高いところなんで、説明もしづらいですけど、ね。あ、そうですか。ほんま駆け引きはお互いすごい集中してできていると思います。残りがもうあと1分切りました。早いですね。早いですね、バランスを保ちます。ダウンやっぱり取らないといけないですよね、田丸選手。取りたいですね、1回取られてる分、はい、ただ
どうでしょう、この大崎がどんどん出てきます。いやプレッシャー、これボールハンド感ずっと変わらないんですよね。そうですね、1ラウンド目からずっとこういう感じでしたもんね。はい、さあもう30秒切ります。出てくる、あっと危ない、コーナー詰める。さあどうだ、もう20秒切ります。かなり前足も蹴ってます。出てくる大崎、ボディ、そして膝、チャンピオン止まる。なんとか明確な差をつけたい。ダメージはないけどちょっと印象悪いかなって感じですね、はい、ミドルキック、明確な差をつけたい。ここでゴング、試合終了。勝負は判定決着。両手を突き上げたチャレンジャーの大崎、最後まで前出続けましたね。うん、そうですね、勝ちを確信したのか大崎。そしてコーナーに戻ってきたチャンピオン、たまる。本当にこの5ラウンドずっとプレッシャーをかけ続けました。ただこのたまるも細かい攻撃を当ててました。あ、これ顎が上がったシーンです。そうですね、ここもギリギリで詰められてもかわしてるんで、うん、でもちょっと下がっってるのが目立ってしまったかなっていう僅差ですよね。あとはもうダウンが決定的なところですね。さあどう出ますでしょうか、判定の発表です。49対47、青大崎。まずは大崎が取りました。ジャッジアキア49対47、青大崎新チャンピオン誕生。一瞬のダウンが決定的になりましたね。そうですね、新チャンピオン大崎和樹誕生です。政権交代が起きました。スーパーフライ級、たまる時陥落。プロとして2敗目を喫しました。いやー、やってのけましたね大崎が。そうですね、最後まで変わらず前で続けて、判定はジャッジが49対47が1人、それから、あ、失礼、2人ですね。49対47をつけたのが2人、50対47、全ラウンド大崎をつけたジャッジが1人いました。まあ、あのダウンを取ったのが当然、まあ、10対8になるというところも、そうですね、そこがやっぱり大きかったですね。はい、そして4ラウンドですかね、かなりあの大崎が攻めた場面、タマルがしのいだ。タマルは5ラウンドに勝負をかけたというところがあったかもしれませんが、中村さん、はい、どうでしょう、この勝負の分かれ目というのはどういうふうにご覧になりますか。もう完全にその一瞬の隙をついた大崎選手の、左フックでしょうね、あのダウンが一番決定的かなと思います。それ以外はほんまにお互いタマル選手も下がってるようで、しっかりいなしてたんで、はい、そういうのはダメージ的な部分はなかったんでね。そこの印象ですかね、やっぱり大きいのは。まあそのポイントが結果も後を引きずる形になりましたかね。そうですね、もうそれ以外はもうテクニック的な部分は、はい、すごいレベルの高い。そして王者の私でありますチャンピオンベルトが、しかしこれでタマルにとってはですね、2敗目王座から陥落、また那須川天心が遠ざかったという見方になりますかね。そうですね、やっぱり少しは遠ざかってしまったでしょうね。それより大崎選手は兄弟で、今日はしっかり勝ちましたからね。そうですね、弟の光輝が先に KO 勝ち、そして兄の和樹はチャンピオンになりました。もう大崎家にとっては今日最高ですね。この後お祝いでしょうね。いや晩御飯何食べるんでしょう。減量もあったでしょうから、嬉しいでしょうね。いやお母さんはもうこれは腕を振る絶好の機会といいますかね。はい、物を用意しておそらく待ってることと思われます。それからずっとかけ続けたあのプレッシャー、はい、すごかったですね。そうですね、1から5まで変わらずでしたもんね。はい、いや今年2月に、まあ、ライズに参戦してから、はい、あっという間にこれでチャンピオンまで駆け上がっていきました。まあ、過去にライジンも経験しています。それからノックアウトではトーナメント準優勝という結果がありましたが、
ついにこのライズで頂点を手に入れることになりました。結果が実った時って嬉しいですもんね。さあそれでは、そうでしょうね、新王者となりました大崎選手にコメントをいただきましょう。さあそれではチャンピオンの声を聞いてみることにしましょう。よし、大石ジムの大崎和樹です。今日はこのコロナの中で、僕の試合、まあ、この大会ですね、試合見てくださったり、応援に来てくださった方本当にありがとうございます。正直前回のマンドコロ選手その試合の内容が全然良くなくて、このままでは田村選手に勝つことはちょっと難しいなと思ったんですけれども、そこから会長はじめ今日ちょっと来れてないんですけれども、先輩の俊介君や翔君やそして浩輝、すごい本当にたくさんの仲間とか先生に練習も見てもらって、で今回本当に勝ててすごく嬉しいです。今まで育ててくれたお母さんとか、まあ、会長とかそうなんですけれども、少し恩返しできたかなというふうに思います。でやっぱり先に2試合前に弟の浩輝がすごいいい勝ち方でつないでくれたんで、あれで本当にめちゃくちゃ気合入って辛いところでも踏ん張ることができました。これからチャンピオンになったんで、ライズのチャンピオンらしくこれからもしっかり練習して勝ち続けていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。いやー、しかしこれでチャンピオンが交代、時代の変わり目を見たようなそんな思いであります。これから大崎時代が始まることになるでしょうか。スーパーフライ級新チャンピオンとなりました大崎和樹です。本日は先ほどの先輩代表となります。大変よろしくお願いします。今からご自身を受けてスタッフの指示から